皆さんこんにちは。指紋役をやらせていただいております平川大輔です。新しい PV が公開ということで、ご覧になったご感想いかがだったでしょうか。今ね、本当にたった今PV の収録が終わったところなんですけれども、僕自身もまだその完成形がどういう風になってるのかなっていうのが今現在は見られていない状態です。なので今こうね、ご覧いただいた皆さんと一緒に同じタイミングで、おお、すごいって、楽しんでるんじゃないかと思うんですけれども、こちら本編が始まるまでぜひ何回も何回もご覧いただいて、楽しみにしていただきつつ、この PV も楽しんでいただけたら嬉しいです。そうですね、まあゲーム作品としてはもう結構長い付き合いになる小糸プロデューサーなんですけれども、その分こういろんなお話を今までゲームの中で僕自身も収録させていただいているので、これをこうアニメにするって言った時にどういうお話をどういうふうに展開させて作っていくのかなっていうのがとっても楽しみでしたね。あとまあ出演者としてっていう形なんだとは思いますけれども、皆さんよりは少し早くアニメ化しますよっていう情報をいただいてはいたので、言いたい、早くみんなに言いたいっていうのをずっと我慢して今日を迎えたといった感じになっています。まあ第1回目の PV とかもありましたけれども、皆さんにやっとご覧いただけるっていうのがすごく嬉しいですね。僕も楽しみにしてます。シモンはですね、脳科学者という、しかもとても優秀な脳科学者ということで、頭いいです。めっちゃ頭いいです。困ってます難しいことね、いろいろこうゲームの方でも説明したりとかしてたんですけれども、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう大人なキャラクターでもありますので、主人公包容力あふれる笑顔と、それから言葉で包み込んであげているような感じがしております。見た方もいらっしゃるかもしれないんですけども、彼の能力はまだ未知ということで、発表になってないんですよね。なので、彼が果たしてどんな能力の持ち主なのか、それをどういうふうに使っていくのか、果たして二人はどうなってしまうのか、なんていうところも、ぜひ注目していただけたらなと思います。まあそれは抜きにしても、とにかく大人な包容力のある、青年なので、こんなええ男になってみたいもんだと平川的には思っております。はい、改めまして PV ご覧いただきまして本当にどうもありがとうございます。とっても素敵な映像に仕上がっていると思います。これからこのアニメーションからこの作品に触れるよっていう方もいらっしゃると思いますし、ゲーム作品の方からもうすでにプレイして楽しんでるよって言ってくださってる方もきっといらっしゃるんじゃないかと思います。でもそのどちらの方にもお楽しみいただける作品に絶対なってると思いますし、僕ら自身も精一杯そうできるように全力で挑んでいきたいと思ってますので、ぜひぜひ本編放送開始を楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。